ディフェンダーをやってます坪内修介です。背番号は30番です。まあ、新潟で試合に全然絡めていない状況だったので、決めました。まあ、みんなとにかくうまいなと思ってました。足元の技術だったりそういうのは、まあ、あと前田良一さんがいて、まあ、そこからそこを中心とした攻撃と、あと駒野さんのクロスっていうのがもう攻撃の形として出来上がってたので、すごい、怖かったっていうイメージがあります。まあ、大分の時藤田さんとやってましたし、あと、新潟に期限付きで竹重が来てたんで、まあ、その2人は知ってました。まあ、とにかく一試合一試合、全力でやるんで、で最後に、笑ってられるようにしたいなとは思ってます。精一杯、頑張ります。僕が入ることによって、まあ、いい方向を向けるように、しっかり毎日毎日やっていきたいなと思います。